マツダの歴史は70年を迎えます。一人の日本移民の青年、マツダ七郎の物語は1934年ブラジルサントス港でアフリカ丸を降りた時に始まりました。14歳の時でした。この青年の勇気と三味すきおの参画によりマツダグループが始まりました。1940年代に設立されたマツダグループは日系団体の中心として経営・文化の基礎を確立し、創設者たちの忍耐・チームワーク・企業倫理を受け継いだ会社です。1990年セリーゼ家はマツダと統合し、マツダミナスが発足しました。マツダは70年の間ブラジルの市場において農業を中心に牧草用の種、ミネラルサプリメント、養魚用品、農業用機器、サイレージ調整と動物の健康のための生産とマーケティングを行ってきました。また当社のペットセグメントには犬と猫のための食品のラインがあり、そしてフォーティナリーレジデンス1、2を有する住宅開発部門もあります。清潔で再生可能なエネルギーである太陽エネルギーセグメントにおいて環境保全への取り組みを行っています。ブラジル全土に9つの戦略的工場があります。サンパウロ州、アルバレス・マッシャード市、ジャカレイ市、ミナスジェライス州、サンセバスチョン・ド・パライゾ市、マットグロッソ州、クヤバ市、ゴイアス州、ゴイアニラ市、バイヤ州、ヴィクトリア・ダ・コンキスタ市、マラニョン州、インペラトリス市、セアラ州、フォルタレザ市。流通センターはホンドニア州、ジーパラナ市、パラナ州、クリチバ市、南マットグロッソ・カンポグランジ市、マットグロッソ州、アグアボア市。革新はマツダの DNA の一部です。研究・技術への投資は企業理念の中心であり、常に顧客に信頼と良質の製品を提供することを目指しています。技術と革新のマツダの70年。